7番ホール、パー4。ファー。やべえ。じゃあ私が。荒川へと消えていきました。荒川へ。狭いね、また。いや、菅秀一的に言うと、こう、OB 杭の幅で言ったら、向こうの OB 杭とこっちの OB 杭だから150ヤードぐらいあるからめっちゃ広い。全体をね、全体見ないといけない。そうだ。おお、ナイスショー。めっちゃいい球。めっちゃ良くない？めっちゃいい。プロみたい。おお、ニアピン。プロみたいだね。ニアピンです。ありがとうございます。何千？ニアピンショット3000円。いや、今のは良かったね。ね、コースの幅に飛んでた、ね、収まってたよ。フェアウェイの幅に収まってたもん。奇跡だ。奇跡？それ言い過ぎじゃね。バカにしすぎだよ。おお、まっすぐローボール。おお、これだ。すごい転がってる。前衛しよう。はーい。おっ、いいフェードボール。終えるか。大丈夫、カメラマン。あー、今のちょっと追えなかったかな。飛びすぎて追えなかった。ちょっとダメだったね。まあでもこの動画をね、見てる人は今日の菅秀一代理が誰かっていうのを結構知ってる人多いかもしれないですね。だからゴルフ関係者の人だったら知ってる。ああ、そうね。有名だからね。いろいろ有名だから。 あいつあるんですよ、唯一無二の自己 PR が。 JGTO でさ、唯一お前が獲得した賞なんだっけ。JGTO のその歴代の、歴代でいろんなプロゴルファー誰もが取れなかった、獲得できなかった賞をこいつ取ってるんですよ。なんだっけ、忘れた。そんな名誉ある賞だったにもかかわらず忘れてたね。カンももらったよね。いや、シュイちゃんもらえなかった。もらえなかった。俺に敗れた。やっぱ調和を保てなかったんだね。やりすぎちゃった。やりすぎちゃった。やりすぎると取れないから。やりすぎる。程よい。程よい、あれが。加減が大事なの。なんて言うんだっけね。ムードメーカー賞。ムードメーカー賞。JGTO ムードメーカー賞。表彰された。で、ムードメーカー賞で表彰してくれた人が、浅地くんのファイナルのキャディやってた時に見つけてくれて、うん、浅地くんのインタビューより俺の方が尺が長かった。あとで浅地くんに、お前別に何もしてねえだろ。ダメ。7番。7番やん。おお、ボールだけうまく打った。左。あららら。距離が良かったね。うん、変わります。距離よし。151ヤードです。ほんとこのね、取りながらやるってすごいね、みんな。47番や。はい。お、これピンまっすぐじゃない？あ、うわー、うまいねー。大きいのか。まんないんだよね、グリーンがね。あー。落ちたとこ良かったと思う。137、50度。はい。ちょっと左かな。止まる。ナイスソンです。ムードメーカー賞受賞。ムードメーカーショットムードメーカーショット。
カーすぎるな。ほら。ちょムードメーカーすぎるね。ちょっと強い。下りのフックですね。あー惜しい。うまいね。ちょっと弱いか。俺もいつかそんなパッティングがしてみたいよ。パダボかダボかマリガンだっけ。ここでマリガン。みんなパーパットを見せてやるよ。ちょっとね、超曲がるじゃんこれ。これは曲がりますね。性格出ますね。性格がまっすぐ、全然曲がんなかった。来たよこれ。性格がまっすぐすぎた。まっすぐすぎた。気持ちに歪みが強すぎた。常にこう、グリーン面に出ちゃうんだよね。出ちゃった、うん、出ちゃった今。出ちゃったよ。なるほどね。パッティングはやっぱ人間性が出る。パッティングは、まあ、人間性とか性格。パッティングのライン作るのは性格。ねじ曲がった人は曲がる。真っすぐすぎて今は曲がんなかった。俺はほら清く正しいからさ。ラインがすごい素直。自分のこと清く正しいっていう人初めて見たね。また池ばっかだね。ここでいいっすか。あ、これ池に入る人の特徴としてはどんなとこが挙げられる。人間性が歪んでますね。ショットの曲がりも性格が出てる、うん、やっぱり清く正しい人間は曲がんないんで、うん、僕のラウンド見てもらえば分かると思うんですけど一切曲がってない。僕のラウンド見てもらえば分かると思うんですけど一切曲がってない。左も行けたよね。いや左は大丈夫ですね。おお綺麗なフェードボールで、いやもう完璧。あのグリーン方向ならいいんだね。うん、性格が曲がってないからね。左ですねこれ。残念ながら、まあ、よきよきよきかな。こすないこすないこすない敷地内だ。まだナイスフェード。清く正しいんだね。曲がんないもん。でもやっぱあれシャフトが硬いから球低くなってます。そうだねってことだよね。でも昨日まあまあ上がってたけどね。これドニアンで飛距離は何に綺麗するの。飛距離は気持ち、曲がりは正確、球の上下は心だし。シューイチはほら、志が高いじゃん。半端じゃないでしょ、球の高さ。そういうことだから。なるほどね。志を見せる。スプーン。スプーン。おぉ、低い。志が低い。低すぎた。おぉ、乗った。え、ど、あ、ナイスオン。乗ったわ。いや、奥奥。奥乗ったわ。ナイス。気持ち強すぎた。心強すぎた。志は低かったけど。志は低かったっす。196ヤードです。すごいね。結構行ってるな。飛ぶな。ショートさん、ピッチングとかじゃない。そうだよね。だって470ぐらいでしょ、なんか。ルール違反だよね、この飛距離。5番やりします。はい、5番。おっと？あー、力入ったのかな。あ？
池じゃないのあれ。池っぽい。竹内プロ。弾は弾は池へと消えていきました。翔太くんピッチングウェッジ。おかしいなこれ、ドーピングしてるな多分。注射ってあれでしょ？そっちのステロイドの方ですよ。それお、距離いい。ナイスオンです。志力だ。ゴルフは力だ。パワーだ。悲しみに暮れる竹内選手。距離は40ぐらいかな。ん、ちょっと噛んだ。うん、ちょっと大きいかな。まずまず。ショートさんイーグルパット。上りフック。しっかり打った？ああ惜しい。打ってたら入ったよ。ナイスバーディー。やだ。やば。カップは見えるんだけどもうラインが見えねえ。いや、まっすぐなんでしょ、ラインは。まっすぐ。ラインはまっすぐなんでしょ。記憶正しいから。うん。あんま曲がんないって言ってたじゃん。まっすぐ。なんだろうね、コメントのしようもないさ、こう。ありがとう。ナイスバーディー。令和初バーディー。令和…それをバカにしすぎだね。バカにしたよ。あら、ねえ、なんか最後、なんかあれだね、カップの手前全然曲がんなかったね。記憶正しかったね。正しすぎてクラブ忘れてる。これすごいよね、見渡す限り。うわ、うまいな、ほんと。もう向いた方向行くんだもんな。ナイスショー。いや、曲がんないね。距離で池超えるの？超えた。池はね、そうあるんだよね。なんか240度超えるんだよ。ちょっと張りすぎじゃない？うわ。うわ。大丈夫。全然大丈夫。前の池が230。148。8番やん。気持ちだからね、距離が。そう。志はどんぐらいでいくの？志はちょっとないぐらいでいきます。ああ、ちょっとない。性格は？性格はもう記憶正しい。オッケーっす。あ、記憶正しい。手で左だ。でもそんな悪くないんじゃない？うん、ナイス。ありがとうございます。あ、飛距離？そうだね。飛んでるよ、テルキも。距離じゃねえってところ見せてやるよ、テルキ。ゴルフは距離じゃねえって。ラインは？あ、いや、あ、あれ手前になっちゃうのかな。跳ねてかなかった。翔太くんの睨め。
100ヤード切ってんのかな。96ヤード60度。ちょっと右これか、ちょっとだけ、ちょっと右です。悲しむ翔太くん、下って登ってフックラインですかね。そうだね。入るか、あー手前です。気持ちが足りてません。残念。これ入れたいんで、うん、志高くいきます。あ、志高く玉上げちゃうんですか玉上げちゃうんですか、これお客さん、お客さん、こっから玉上げちゃうんですか。いや、お客さん、お客さん、分かってないね、お客さん。これ早いよ。うまくない？ナイスタッチ。プロみたい。プロみたい。ナイスバー。ご視聴どうもありがとうございます。この動画が面白いと思った方は高評価、面白くねえなと思った方も高評価、およびチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございます。おお、綺麗なフェードボールで、いや、もう完璧。あのグリーン方向ならいいんだね。ありがとうございました。ありがとうございました。周知遅いね。遅いね。まだそろそろ来てもいいと思う。もうだって時間結構過ぎてる。結構やばいね。大遅刻だ。うん。遅刻。本当だよ。本当だよ。おかしいな。スタート時間誰と言った？ここ空いたばっかだ。空いてるばっかだ。スタート時間言った？スタート時間は伝えた誰か。いつもあいつはスタート時間だってさっき伝えたでしょ。スタート時間はパンは違う、伝えなくても。来るからコースは行った？コースは行った？コース言わなくても分かってるから大体分かるんですあいつは普通さ、スタートの20分前にスタート時間教えてもらったら来れるよね当日無理？